はい、こんにちは。パーカーションの高見です。今動画では、パンデーロ購入ガイドということで、このパンデーロという楽器を購入する際に気をつけるべきことだったり、購入する目安について話していきます。パンデーロに興味がある、これから購入を考えているという方の判断材料になればいいなと思って作っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では早速ですが、パンデーロを購入しようと考えたときに、一番気になるのってやっぱりお値段ですよね。この楽器の価格帯、ざっくり言うと、下は安くて5000円くらいから、上は高くて3万円くらいまで。 ありますこれぐらいの価格帯になっていますでこのパネロというのはブラジルの楽器なんですけれどもブラジル製メイドインブラジルの本当に作りが簡単なもの簡素なものであれば安くて5000円くらいでこの作りにすごくこだわったり音にこだわったりするハイクラスなものであれば3万円台っていう感じですねまあ値段の価値観って人それぞれだと思うんですけれども僕はねこの楽器のハイクラス まあ、プロが使うような一番上位クラスでも3万円台で収まるっていうのはかなり安い方なんじゃないかと思います他の楽器ってねもっと高かったりしますんで割と手が届きやすいのではないかと思いますその値段の差が割とそのままですねこの楽器の作りクオリティに比例します例えばなんですけれどもブラジル製の楽器で値段が5000円から1万円ぐらいのものだったとするとブラジルでこう流れ作業だったり大量生産で作られているようなものなのでこの楽器のね 演奏しやすさ、持ちやすさだったり、この合理性みたいなのがね、あんまり考えられていないものが多いなっていう印象を持っています。まれにですね、安くてもすごい持ちやすくて演奏しやすいいい楽器っていうのは、あるにはあるんですけれども、本当に少ない、出会えたらラッキーっていう感じなんですね。あとは、例えば安いパンデーロや古いパンデーロだと、この皮を止めているフープがあるんですけれども、このフープがね、やけに出っ張ってるみたいなのがあったりします。 まこんな感じで持つんですけどもこのフープが出ちゃってすごい持つのが痛い持ちづらいというものがあったりまあそもそもねこのボディに耐久性がなくて木が割れちゃうこんな感じで割れちゃって本来このジングルがついてるんですけどもこれが取れちゃったりっていう壊れちゃったりするリスクもあります。 なんで、とりあえず初心者だから安いもんでいいでしょうと。安いもんから買って始めようと思ってる方はね、ちょっとその考え危険かもしれません。安物買いの銭湯しいになってしまうこともありますよってことをね、お伝えしておきたいです。はい、じゃあどういうふうに選べばいいのっていう話だと思うんですけれども、僕なりの選び方、僕のおすすめとしてはですね、最初の1台はとにかく軽いものを選びましょう。この楽器本体の質量が軽いものですね。どういうことかというと、このパンデロってすごい難しい楽器と言われてるんですね。 でその難しさの最大の原因、要因っていうのが、この持ち方にあります。楽器の持ち方。まあ、こんな感じで持って、双方によってはですね、この持ってる手を回して、振ったりするんですけれども、これがね、こう、重いパンデイロ、重い楽器だと、これがなかなか辛いと。そもそも持てないと。持てたとしてもね、ああ、1分も持たないと。1曲も持たないっていうことが、まあまああります。 なので、このパンデイロの面白さを知る前に、そもそも楽器が持てないとか、こう持つ手が痛い、辛くてやめてしまう、挫折してしまうっていう方が後を絶たないんですね。なので、とにかく最初の1台は、軽いもの、持ちやすいものを選んで始めていただいた方が、割とすぐにね、このパンデイロの面白さを味わうことができると思いますので、ぜひこの軽さ、重さっていうのをね、気にしていただければいいなと思います。では、重いとか軽いとか言ってるけど、実際どれぐらいなのよという方のためにね、今回私、調べましたので、 大いいいいいにに参考にしていただければいいなと思います、はい、2021年1月現在ですね、販売されているパンデイロ、各メーカーの重さと値段の目安としてはだいたいこんな感じになっております。はい、順番に紹介していきます。まず、パーカさんです。これは日本のメーカーです。パーカさんのパンデイロはだいたい 320g から 340g。これはね、もう本当に軽い。異様に軽いです。お値段は約3万円と。 ハイクラスの値段になるんですけれども、とにかく軽さ重視で選ぶのであれば、パーカさんのパンデーロかなという感じです。続いて、ペルクサンガさん。こちらも日本のメーカーで、軽くて約 320g ぐらいからあると。これはいいな軽さです。で、いろいろな機種があって、まあ、重くても 400g ぐらいでありますと。まあ、400でもね、僕十分軽いと思うんですよね。で、お値段は約3万円ぐらいになります。このパーカさんとペルクサンガさん。 というのはどちらもホームページがありまして、オーダーメイドもできますし、パンデーロの軽量化など改造も受けたまわっているようなので、気になる方はぜひ調べてみてください。はい、続いて、コンテンポラネアというブラジルのメーカーです。このメーカーがおそらくブラジルで一番シェアがある大手のメーカーになります。本当にさまざまな機種を出していて、軽いものだと 350g ぐらいから、上は 500g ぐらいまであります。 で、お値段ピンキーで1万円くらいから3万円くらいのものまであります、えー。機種によりますけれども、だいたいね、軽いものは高い傾向にあります。続いて、ゴピというブラジルのメーカーです。このメーカーのものも日本で結構手に入りやすいのではないかと思います。機種もたくさん出しておりまして、軽いものだと 450g ぐらい。重いものだと6 5 0いまであると。で、値段がね、だいたい1万円から2万円といった感じですね。割とお手頃価格で手に入りやすいパンデールだと思います。 はい、続いて、レモという大手打楽器メーカーです。こちらのパンデイロが約 550g で、お値段が1万5000から2万円くらいとなっております。僕は実際にこのレモのパンデイロを所有して使っていたんですけれども、まあ、僕自身はね、そんなに重いとか、持ちにくいっていうことは感じなかったんですけれども、結構ネットで調べて、ネットの評判を見ているとですね、このレモのパンデイロが重いという声が多かったので、初めて持つ方にはね、やっぱ 500g 以上の パンデールはちょっと重い、のかなと思っております、はい、その他の大手打楽器メーカー、LP、マイネル、パール、ゴンボップスなどもパンデールを出しているんですけれども、これらのメーカーはね、この重さを表示しておりませんでしたので、正確な数値は分かりませんでしたで。お持ちの方いらっしゃいましたらですね、もしよければコメント欄で教えていただけますと助かります。おそらくなんですけれども、これらのメーカーのものはね、550以上はある、割と重めのものが多いのではないかと僕は想像しております。 というのも、これらの大手メーカーってやっぱり世界標準ですし、割と耐久性重視みたいなところがあるので、あんまり軽さにこだわってない印象が多い、重いものが多い印象です。はい、というわけで、いろいろ総括しまして、僕の提案としてはですね、まず予算があるならば、日本製のパーカさんかペルクサンガさんがやっぱり安心安全ですね。まず挫折しにくいであろう、楽しくパンデールを叩けるんじゃないかと思います。 お値段そこまで手が届かないよという方はね、ブラジル製のコンテンポラネアかコピーの中でも軽いもの、軽いものを選んで買っていただくといいんじゃないかと思います。具体的に言うと、初心者の方は重さ400グラム台がおすすめです。500グラム以上になってしまうと、ちょっと持てない、持ちにくい、痛い、つらいっていうリスクが、えー、あるかなと思いますので、まずはね、最初の1台は400グラム台で選んでいただくといいんじゃないかと思います。 はいというわけでパンデイロ購入の目安でした判断材料の一つにしていただければ幸いですさあここまでに僕が使っているパンデーロを紹介しますと僕はねコンテンポラネアっていうブラジルのメーカーのものを使っていて片方が10インチで500グラムちょいですでもう片方が12インチでこちらが600グラム弱となっていますで慣れればね別にあの600のものでも持てるし触れるようになるんですけれどもやっぱ重ければ重いほど難易度は 高いと思ってくださいなのでまずはやっぱね、軽いもので初めて慣れてきてからまあ、大きいものが欲しくなったり重いものが欲しくなったら2台目として選ぶという風にしたらいいんじゃないかと思いますはいこんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので引き続き要チェックお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイ,バイ。